シミタール SL-2 はパトリック・ロビンソンによる小説作品。2008年8月25日に角川文庫により日本語訳版が発売された。著者は原子力機関や東大西洋におけるアメリカ海軍による作的殲滅戦略の概要については元イギリス海軍潜水艦隊司令長官サージョン・サンディ・ウッドワード大将に教えを仰いでいる。 また、特殊部隊の元将校にも教えを仰いでいるが、これは使命を公表していない。津波の発生原因や影響などは、英米の著名な科学者に教えを仰いでいるが、科学者間の意見の違いにより、地球物理学に摩擦が起きる可能性があるとして使命を伏せている。地球物理学のケニー、ポール・ランドン教授が殺害された。その直後に、 ハマス潜水艦バラクーダニのミサイル攻撃により、カツザカン山戦とヘレンズ3が噴火した。この事実を知らない、ホワイトハウスは単なる偶然の一致とみなした一方、全国家安全保障担当大統領補佐官、モーガン提督は、テロリストの関与を疑う。その頃深海では、核弾頭を搭載したバラクーダニが、カナリア諸島のクンブレビエハ火山に次なる狙いを、定めた。 この火山の爆発が引き起こすメガ津波はアメリカ東海岸を壊滅される破壊力を持つ。この動きに気がついたモーガン提徳やアメリカ国家安全保障局長官はじめとするアメリカ軍の最高幹部はかかる事態を阻止しようと立ち上がった。しかし最大の敵はリラベル派のアメリカ合衆国大統領チャールズ・マクブライドだった。モーガン帝徳たちは マクブライド大統領を辞任に追い込むべく行動を起こす。ありがとうございます。